恋が始まる男女のモテ塾。皆さんこんばんは。毎週土曜日21時は開運モテアドバイザーアミの恋塾の時間。聞いて実践したらあなたにも恋のチャンス、モテるチャンスがやってくる番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。皆さんこんばんは。ですね、前回かなの時に、男女が望む恋人の条件上半期ちゃうな上半期ランキング2017を発表してたんですけれども、これアメプロの時もそうやったんですけど、やっぱりね、生の声で喋ってると反響が大きいような気がしております。で、今週はですね、何をお伝えしていくかというと、匂いフェチがお届けする匂い。そういうのどうだ？吉原さん、匂いフェチなんですね。で、基本的に、なんていうの、なんかね、あれの匂いが好きとかいう感覚じゃないんですけど、一番好きな匂いは、うちの父親の、タバコの匂いと、飲み屋さんに入ったんだろうなっていう、匂いが混ざり合ったやつがスーツに染みついた匂いが好き。わかるかなこれ。いやこれね、うちね、確か小学校、中学校、高校もやってたかな。12時やったと思うんですけどね。12時を超えると、父が帰ってくるのが12時を超えると、罰金だったの。罰金と言いつつ、そこまで頑張って起きてて、タクシーの音が聞こえた、ダッシュで走ってお帰りする、タクシーのお釣りの小銭がもらえるっていうね。そう。で、ほら、12時までに帰ってきたらさ、電車で帰ってきてるから、小銭がないんよね。で、お小遣いがもらえないっていうやつやったんですけど、あれはね、でも今考えると、うちの母親がそういう風に仕向けてたような気がする。帰ってきた時に、お母さんだけがお迎えに出るというより、娘が一緒に出た方がいいんじゃないかとか、早く帰ってくるんじゃないかとか、なんかそういう母なりの作戦があって、帰ってきたら飛びついて、お釣りを探るっていう。まあお金にね、まんまと釣られてた私なんですけど、その父親が帰ってきた時にね、飛びつくんでこう、ハグすると、ちょうど、耳の横ぐらいに幼い私の顔が来るんですよね。で、そうすると、その絶対、タバコの匂いと、お酒屋さんの、スナックとかラウンジとかのも独特の匂いが混ざり合ったんが、スーツの襟のところから匂ってたんです。で、それをクンクンするのがすっごい好きで、なんか、今でも、その匂いって覚えててね、同じ匂いする人がたまーに、おっちゃんでいるんです。くらってくる。後ろついていこうかなって思ったりするんですけど、そういうなんかそういう好きな匂いの匂いがする男性を選んでるような気はしてます。で、これちょっと、了解済みのお話なんですけどね、うちのお客様で、ご主人のが帰ってきはった時に、耳の後ろをクンクンするのが好きっていう女の人がいるんです。で、なんかそれを匂うとね、で、どんな匂いすんのって言ったら、はっきり言って加齢臭やなって言ってましたけど、でもね、落ち着くんだって。なんかそうやって言ってた。だから毎日、もう結婚して8年、9年ぐらい経ってはるんですけど、毎日耳の後ろを匂ってるそうです。で、その匂われてる状況をご主人は、もうやめてやって言いながら、ちょっと嬉しそうなんだって。で、やってたら、お嬢さんがいらっしゃるんですが、お嬢さんが、真似してね、お父さんの耳の後ろをクンクンする。で、ソファーとかでお父さん座ってると、背中側から飛びついて、耳の後ろに寄ってんねんて。変な家やな、言ってて。でもなんかね、良くない？匂いにこだわらず、こう、お父さんがさ、お母さん、奥さんとお嬢さんに大人気なわけや。
で、まあ、理由は何であれ、なんか仲良しそうやなと思って、ちょっといいなって思ってたんですけどね。で、その耳の後ろは何でかっていうと、この間、宿題でね、耳の後ろめっちゃこすっといてねっていう話をしてたんですが、匂った人いてはるかな、すっごい。俺めっちゃ臭かったでとか言う女の人もそうよ。女の人で、ね、私はすっごい臭かったわっていう人って、お風呂上がりじゃなかった場合に匂ってたら、まあまあ人に匂ってる。山田ち匂った？どうやった？あんまり匂わない？ああ、よかった。そう。まあ、ホルモンがね、すごく出やすい場所とも言われてるんですが、やっぱりね、その辺って、その人の匂いがするんよね。なので、耳の後ろ臭かったわっていう人は、ちょっと反省して、周りに結構悪臭を出してるかもしれない。はい。でね、これね、まあ、どうしてもね、体臭っていうのはあるんです。で、夏やしね、汗もかくし、ご飯屋さん入ったら、ご飯の匂いもつくし、なんか、独特なさ、匂いってあるじゃないですか。私ね、そうそう、この間、仕事してる時に、うちのお客様がね、アミさん、今日なんか、煙臭くない？って、なんか燃えてへん？って言われて、いや、そんな燃えてへんと思うよって言って、匂いを嗅いでいったら、原因は、私の制服だったんです。でそれが制服着たまんま午前中にちょっと畑の横を通った時に畑でドラム缶で火燃やしてはったね。なんか草みたいなのね。でその焦げ臭さみたいなのが制服に染みついてて、そこからだいぶ時間経ってたのに匂いがするって言われたんです。でそんなね、煙の匂いがつくぐらいやったら体臭とか汗臭さってもうずっとでしょ、朝起きてから。なので結構匂ってるんですけど、よくね、女性陣で、朝の夏場の満員電車は、行き止めてますいう人多いです。いやもうこれはね、差がだわ。しょうがない。しょうがないんだけど、努力はしてほしいなって思うんです。これ男女共にね。で、例えば、食べ物でね、添加物がすごく多い方とか、あとあれな、ファストフードっていうの？ケンタッキーとかさ、ああいう感じのなんか揚げ物とか、私ねケンタッキーこの間1個久々に食べたらめっちゃ美味しかったわ。あれ癖になるね、あの味は。でも2個食べたら胃がもたれんね。もう年やかかんねなんだけど、たまにはいいと思う。で一応私美肌の先生なので、ファストフードは NG って言うてますけど、年1とかさ、年に2回とか時々は食べはったらいいと思うんです。ただ毎日そうっていうのはあかん。これは健康のためにもそうなんですけど、明らか匂い出ます。で、あと例えばね、何が多いかな、あ、すっごいタバコ吸い張る人、ヘビースモーカーの人とかは多分ね、毛穴の穴の中がもうタバコの匂いと思うね。わかる？これ外に発してる匂いとか、口臭がとかじゃなくって、体の中から匂いが出てきた時に、毛穴の穴の中が、タバコのヤニが張り付いてるみたいな、そんなイメージ。山田っちが悲しい顔する。なんて例えが下手なんだろう。そう、ほら、イメージで言うと、あ、もうイメージ分からへんかも、ちょっとスルーするわ。で、あと例えば食事の匂い、食べてるものが、例えばね、毎日ラーメン食べてますとか、ラーメン美味しいやん、夏は食べるとね。私は塩味ラーメンが好きなんですけど、ラーメンを毎日食べてると、やっぱり油すっごい入ってるので、体の中が酸化した匂いがします。お酒すっごい飲んだ日に、次の日の朝起きたら、体、腕匂ったらお酒の匂いするとか、ニンニクの匂いがするとかっていうのと全く一緒で、なんかね、全毛穴から匂いが発せられてるみたいな、そんな感じになっていくんですけれども、まあ、例えば汗とかになってくると特になんですが、雑菌がどうしても湧いちゃうんですよね。で、湧くんだったら拭いたらええやんっていう話になったりとかもするんですけど、汗臭さは拭いたらいいし、タバコ臭はもうどうしようもないから、まあ、これは置いとこう。で、食事に関しては、
例えば今日ものすごい油物を食べた、匂いがするものを食べただったら、その後水をガンガン飲んで、でそっから汗かいてさ、おしっこしていっぱい出しちゃうっていう、そんな体ももちろんあるし、で加齢臭っていうのは汗すっごいかいて綺麗な汗をねたくさん出しといていただけると減るっていうのを病院の先生が言うてました。なのでちょっと耳の後ろによって臭かったメンバーは今日からお水を2リットル以上は飲む、で定期的に綺麗な汗をかいていただきたいので、サウナ行ったりとか岩盤浴行って汗の循環を良くしていくと匂いって減っていくんですね。でそんなんもねちょっと意識していただけるとねいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。あ、そうそう、思い出した。これずるい作戦やなと思ったんですけどね私はお友達でイタリアンのお店を経営してる方がいててね、まあ、シェフで現場に立つんですけど、ランチ前になるとねオリーブオイルを炒め出すん、火かけて、でそこにニンニクを入れる、細かく切った、でガーって炒めていくとすっごいニンニクのガーリックの匂いが出るんよね。でそのガーリックの匂いを換気扇回して道へ流すのそうしたらね外がすっごいガーリックの美味しい匂いがするのよ。でそれをもとにランチのお客様を誘導するっていういや私ね、まあもうぶっちゃけ言うとその匂いにつられて初めてそのお店に入ったの。わ、すっごいお腹空いたって思って入っていい匂いするわって入っていって、まあ結局私ニンニク入りのやつは食べないのでガーリック抜きでって言ってたんですけど、そうやってみんなつられてはんねやろなって思ったあるよね、なんか屋台とかにさ夏場行きません？私タコせんの卵を乗ってるやつすごい好きなんだけど、焼きそばの匂いを嗅いだらものすごい美味しそうな気になったりとか、なんかあるやん、人のなんか作ってはるやつの匂いで食べたくなるとか、そういう匂い関係をうまいこと恋愛に、何の話やこれうまいこと恋愛に使ってほしいんです。でその匂いってほんまになんていうの、あれカタカナでなんて言ったかな、ちょっとカンペを見るわ。プルースト効果でしたっけ、匂いのフラッシュバックっていうやつで、例えば元彼がつけてた香水の匂いを5年ぐらい経っても覚えてたりするもんなんですよね。とか今日私スタジオ入った時もね、新しい匂いするって言ったんだけど、新しい匂いってどんな匂いなんって言われたら説明ができない。でも工事現場とかハウジングセンターとかに行った時に新しい家の匂いって嗅いだことがあって、それと同じ匂いがしたとかね。だからどんな匂いって言われたら甘いとも酸いとも何とも言えないんだけど、嗅覚として覚えてるんですよね。独特なこう壁紙の糊の匂いなんかな、なんか独特な匂いを覚えてたりするんです。でぜひぜひね、こう男女ともになんですけど、その匂いをねちょっと変な匂いは抑える方法を後でお伝えします。そしていい匂いをどうやって効果的に使うかっていうのも後半お伝えしていこうかなと思いますので、このままお聞きください。はい、わけわかんない前半まあ毎度のことなんですけどね。いや、なんでねこの匂いの話をしたかったかっていうとね、私この間川どこって読むの、あれ川床って読むの、京都のさ川の床って書くご飯食べるやつあるじゃないですか、あれにね行ったんです。そしたらそこね、お座敷みたいになってて畳みたいな引いてあって靴脱ぐんですよね。で、すっごい渋い、もうこの人だけはイケメンやと思って、いや、ラジオのゲストに呼びたくて、それを口説きにご飯に行ったっていうね、いうパターンだったんですけど、いや、もう本当に、ものすごいかっこよかった。
で、あのもちろんこの話はねもうご本人に了解いただいてて、じゃあちゃんと匂いやりやっていう話で終わったんですけどね。でその方がスーツもいつもパリッと着てて、あの胸元とかにちょっとおしゃれななんかピュッと止めるやつとかね、わけわからんねこれあのピュッて止めるやつあるでしょ、プッて止めるアクセサリーね、あんなんとかつけてはったりとか、あのたまにはね蝶ネクタイしてはったりとかね、もうなんせおしゃれさんっていう方だったんです。で、まあ、その方と一緒にその川床川床に行った時に靴脱ぎはったらめっちゃ足臭かってんでその人に、まあ私ねこれは言わないかんわ思って、そっとメモに書いてね、〇〇さん足臭いって書いてお渡ししたら、ってなって、いや僕そんなん言われたことないですって言って、いやでもちょっと匂ってみっていう話になって、でちょっと匂ってみたら、あのねその日ね朝ちょっと雨降ってたんよ。で、あの靴の中にちょっと水が入ったみたいで、靴下の半乾きの匂いと、これ夜やからみんな大丈夫ね、ご飯聞きながら聞いてるとかないよね、ご飯中やったらごめんね半乾きの匂いと、まあ普通の足の匂いと革靴の匂いがもう混ざり合ってて、なんとも言えん悪臭でした。で、それをもうちょっとなんとかした方がええんちゃいますっていう話をしたんですよね。で、そしたら、あの、どうしたらこの足の匂いとかって取れるんだろうねっていう話をしてたら、たまたまラッキーなことに、隣のテーブルにアロマの先生がいたはった。アロマインストラクターとかなんかちょっとわかんないんだけど、アロマのそういうなんかプロの人がねいてはって、でじゃあこうしたらいいですよっていうのを教えてくださったんです。でそれを私はあのおじさんの横でねメモをカキカキしてね、その内容ラジオで喋っていいですか言うたら、どうぞ言うてくれはったんで、お伝えしたいなと思って匂いの話に振っていったら、もうわけわかんない前半になったっていうそんな感じだったんですけど、はい。じゃあここでですね、そのまあ要は草さんをどうしたらいいのか、やっぱ気にしてる男女もいらっしゃるし、全く気にしてない人もいてはるんですけど、全員気にしてください。あのね匂い、あそういえば化学物質の人工的な匂いの匂いハラスメントでした、なんかそんな法律じゃないな、あの対策をするさジャロみたいなとこができたんだよ、あの なんかあるやんそういうの音うるさかったらそこへ相談とかさ、そういうので匂いで息ができないとか頭が痛くなるとかっていう方が多くって、なんかそういうのを訴えるというか、まあ、相談する場所、スメルハラスメントっていうの、今調べてくれはったわ、それができたから、やっぱ匂いはねちょっと考えないか、あの人に危害を加えてる可能性があるっていうぐらい意識をしていただきたいんですが、そう、あのね、まず一つ目は足とかボディとか含めてなんですけど、まめに拭いていただきたい。で、拭くときは、まあ、私これね、女性の方には、アルコールとか香りが入ってるやつ、汗拭きシートみたいなのは、あんまりおすすめしてないんです。やっぱりアルコールでね、お肌負けちゃったりとか、まあ、それが元で日焼けしやすくなったりっていうのは正直あるので、できたら、アルコールも香りもついてないウェットティッシュとか、もしくは、あの、赤ちゃんのね、お尻拭きシートすっごい便利で、大きさもあるし、厚手なので、全身拭けます。私ね、赤ちゃんのお尻拭きシートはよく使うんですけど、バッグに入っててね、トイレ入った時に、ほら、パンツとか下ろすでしょ?そしたらもう下からね、順番に拭く。足とか、そのシートで。でも、服もさ、バーって脱いでしまっても、別に私しか履いてへんので、全部拭くんです。で、赤ちゃんのお尻拭きシートやったら、両面使って全身拭けるっていう勢いで破れへんし、あれ便利。マーシモンみたい。はい。でね、そういうこう、まめに拭くっていうことを土台の話らしいです。アロマの先生曰く。で、その、よかったらそのシートにアロマをちょっと足してくださいっておっしゃったんです。で、アロマって、いろんなものがあるんですって、やっぱりその科学的に作ったアロマの、例えばラベンダーの香りがしますとかいうのもあれば、ラベンダーそのものっていうのもあるので、ものはよく選んでくださいっておっしゃってました。
で、選ぶってなったら、なんかね、ネットとか見てると、もうわかるんですって。化学薬品じゃないメーカーさんとか、ちゃんとホームページとかも作ってるので、材料をどこで取ってますとか、そんなんも書いたりするらしいので、そんなんから見ていただきたいんですが、メモってきたんで、みんなもメモってください。雑菌効果。ちゃうな。雑菌効果？殺菌効果。効果殺菌ね、殺菌効果があるものとしては、ティートゥリー、ラベンダー、ラベンダーって知ってた？学名がね、洗うっていう意味なんだって。で、あとユーカリで、ジュニパーベリー、ペパーミント、レモン、レモングラスの、まあ、その先生おっしゃったのは7つやったんですけど、その辺は結構ね、その殺菌っていうことをしてくれるそうです。で、そんなんをちょっとお尻拭きシートに垂らして、それで拭くといいですとおっしゃってました。でね、あとね、どれやったかな？どこに書いたっけな？あ、書いたところがわかんない。メモってきたのにわかんない。もうちょっと忘れたんでいいか。なんか、その匂いを、雑菌を殺菌する効果もあれば、抗菌もあるらしくって、抗菌は汗拭く、汗かく前にやってくださいとおっしゃってました。あった。パインはパイナップルのパインじゃなくって、松のパイン。松竹梅の。竹、ちゃう。松、松。のパインとか、あとタイム？タイムとお料理で使えますよね。ちょっとわかんないけど。そのタイムとか松とかっていうやつは、抗菌効果があるので、汗をかく前に、その、アロマが入ってる拭き取りシートで拭いて、でしたら抗菌できるんで。で、そこに汗をかくから、かいた時に湧いてくる菌を殺菌効果のあるやつで拭いてください、言うて。そんな話してました。でね、まあ、その先生は、まあ、アロマの先生やったんですけど、個人的にはねっていうお話をしてくださったのが、私これちょうどね、紅茶の話をしてたんですよ。いつのブログやったかちょっと忘れたんだけど、紅茶のブログを書いたんです。紅茶の、紅茶の香りがする香水のブログを書いてたのね。今日あかんわ。で、その先生がね、同じ種類の香水を言うはったの。で、それが、これ名前出して大丈夫？商品名。エリザベスアーデンのグリーンティーセントスプレーっていうやつで、緑の、黄緑色の容器に入ってて、葉っぱの絵がついてある香水があるんですけどね。それが、グリーンティーって緑茶？ちょっと、成分までメモってなかった。なんせ、その紅茶の香りがするの。爽やかな紅茶の香り。で、その先生は、私それ好きなんですっておっしゃってて、いや、私もそれ好きなんですってなって、ちょっと久々にね、買いたいなって、私これね、大学ぐらいの時によく使ってた香水だったんですけど、化学薬品臭くない、なんかちょっと自然な香りに感じるんだけど、アロマとかよりは香りが残るっていう。で、アロマの先生曰く、かなりアロマに近い感じの香りで、嫌味は全然ないと思います、言ってはりました。まあ、そんなやつとかもね、つけられるといいかなと思うんですけれども、まあ、アロマそのものをこう、スプレーにされたにしても、つけちゃいけない箇所もあるんですよね。例えば、これね、うちの生徒さんにいたはったんですけどね、どうしてもほら、一日さ、動いてると、靴下とか、ストッキングとか、おパンツとかは匂いが出るわけじゃないですか。で、それに、直ぶりしてますっていう人がいたの。それあかんでしょうって言ってて。やっぱり、直ぶりするよりは、できたら、女の人やったら、空間に3プッシュぐらい振って、その中をゆっくりくぐっていただく。これね、振る練習をしたらね、くぐんのめっちゃ早いから、旗で見てると、水滴がさ、落ちていくやん。あれが、落ちきる前に通り抜けてはる人とかいたらって、めっちゃ可愛いと思って。それ何回も練習してたんですけどね。振ったら、ゆっくり通り抜けてください。
で、男性陣は膝の後ろにワンプッシュ程度。で、よくね、耳の後ろとか、それから手首見つける方とか多いんですけど、アウトです。で、耳の後ろはさっきお伝えしたようにホルモンがね、よく出てる場所なんですけど、ホルモンと、その、つけるもの、アロマだったり、香水だったりっていうものが混ざり合うことは、香水屋さんは考えてません。だってそれだって、1000万人のホルモンをさ、混ざり合った時にいい香り作ってますか？ありえへんでしょ？香水単体での話をしてはるので、あんまりね、混ざり合わない方がいいかなっていうふうに思います。そして手首はね、結構ね、動かす場所になってくるので、匂いを撒き散らしてたりとかするんです。だから、イメージは、山ダッチが、ふって動いた瞬間に、ふわって香るとか。なんか、すれ違った瞬間、お、今山ダッチいい匂いした、ぐらいの感覚の感じ。で、特に男性って体温が高いので、まあ、膝裏程度にしといていただけると、体温高いとどんどん香りって回りやすくなってくるので、いいんじゃないかなって思ったりとか、あと男性ね、お洋服にちょっとつけとくのはありやと思います。ただ、染みいきます。なので、洗濯のタグみたいなのついてるでしょ？洋服に。左横のさ、かゆいやつ。あれにつけね。そしたら、なんとなくお腹周りから匂ってくれるっていう。そうすると、まあ、これね、男性の生徒さんでね、ちょっと、大きめの体の方が、なんか太ってくるとね、どうしても蒸れた匂いするんです、いうのね。で、先生、ここちょっと匂ってください、言って、そのお腹とお腹の隙間の匂いを私一回匂ったことがあるんですけど、あーなんかわかる気がするっていう感じだったんですけど、なんかその人がね、その洗濯の買い替えがついてるところに香水ちょっとつけはるらしいんです。ほんでね、自分でも気にならなくなったっていうような感じのことをおっしゃってました。まあそんな感じでね、つけていていただけると、こう先のスメルハラスメント言った当てる覚えてるスメルハラスメントにもならないかもしれないし、あとモテるつけ方、モテる香りっていう感じでね、使っていただけるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしております。はい。そしてですね、来週はですね、これすごいでしょ、私も今回よう考えてんねん。で、考えてんのが、来週はブログで大人気だった、これびっくりしたよ。普段私のアメブロって、だいたい平均800ぐらいアクセス数っていうので、それがこのね、なんか知らんけど、このブログを載せた時にはいきなり1万1000ぐらいって、なんかアメブロ間違いはったんかなって。でも何回見ても1万1000ぐらいでもまあそんだけきっとね、皆さん興味がある内容だったのかなって思うんですけれども、男性が、じゃあ女性が男性に送ったらあかんでっていう LINE とか、もしくは逆バージョンで、女性とか女性脳がめっちゃ嫌がる LINE の仕方、メールの仕方っていうのをね、お伝えしていこうかなっていうふうに思ってるんですが、いや、いてはると思うよ。またね、来週までにね、みんなご自身の LINE、ちょっと見直してていただきたいんですけれども、自分の送り方の癖ってあるんです。で、なんやろね、ちゃんと要件を箇条書きで入れる人もいたら、スタンプ山盛りとか、真っ赤なハートいっぱいとか、もう下手したらなんかハートが泳いでたりとかするねんね。そういう自分の癖をね、ちょっと、見といていただけるといいんじゃないかなって。で、見てるとね、もう多分わかるわ。これ嫌がられるわっていう入れ方してるとか。で、それが分からへん人は、来週の収録をね、放送を聞いていただいて、ちょっとお勉強をしていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思っております。あ、今日、ちょっと30秒足りひんかった。もうこれ終わっていい？はい。じゃあまあ、今日もね、こんな感じで終わっていきたいと思いますが、また来週も楽しみにしててください。